セコイのアニメが終わってピエン。あの幸せ空間がもっと見たかったですぞー。てなわけで今回はゴッドマルアーマー制作していきましょう。どういうわけ？てかあれだな、うちのチャンネルでは初の SD ガンダム制作じゃん。そういえばそうね。中身は大体こんな感じ。ヤブマンガビオリ。古いんだよ。そんなこんなでシールと一部パーツはつけてないけど、仮組み完了。SD だから組むのめっちゃ早かったな。ランナー数少ないし一個一個が大きいしね。だけど小さい割に再現度が高くて、このキットだけで3形態もなれるのよ。随分大盤振る舞いな SD ですな。一つ目はこの武者形態。二つ目は何もつけてない軽装タイプ。そして三つ目の形態は、各種パーツを展開することでスーパーモード爆熱の陣になれるわ。小さいながらも細かいギミックが搭載されてて面白いキットだな。ゴッドマルが登場する新 SD 戦国伝、超機動大将軍編も面白いから機会があれば読んでみてね。パッと見と触った感じバトルビーダマンかと思いましたぞ。さっきから例えが古いんだが。で、初の SD ガンダムでしかもアーマーなわけだが、どんな風にしてくんだ。見てもらえばわかるけど企画がまず違いすぎて、今までのやり方だと制作なんて無理なわけよ。これまで作ってきたやつは同じ HG 企画である程度いじるのも楽だったからな。そんで1日考えた結果ある結論に至ったわ。と言いますと、SD に合わせるのが面倒なら、HG の企画にしてやればいいのよ。まさかの逆転の発想。具体的には本来着せる予定だったこのコアガンダムを、生贄に捧げて関節やら軸をコアと同じにするわ。なるほど。そうすれば普段は SD 形態だが、アーマーがつくことでサポートメカ的な役割にもなるわけか。コンセプトがウェイニングガンダムやスターウェイニングに似てますな。まずは腕の改造から、はじめに R3 のパーツつけてどの部分を足して引っか SD のパーツと相談。そのまま移植は無理そうだし、使えそうなのは肩と腕の軸に爆熱効果。なぜ軸もいるのでそ。HG の規格にするからって体型自体変えたら SD じゃなくなっちゃうわ。移植しつつ縮小化だな。そういうこと。爆熱光は逆さにして R3 のパーツと組み合わせてみたら、それっぽい形にはなったんで、飛び出てる部分をカット。軸の方は加工しなきゃ無理っぽいんで、根元カット。中の方も切断。したら片方の側を3ミリで穴開けして、ゴッドマル側も干渉する部分をデザインナイフで削ぎ落とせば、腕のいじくり終わり。お手軽ですなぁ。肩はどうやったんだ。なんかサイズがほとんどぴったりだったから、上からかぶせただけよ。大してぐらつかないしこれでオッケー。足の方はどうするでそ。パッと見だと移植できなさそうだな。なもん簡単よ。まずコアから軸パーツ取ります。ほうほう。ゴッドマルの足を分解するとこんな感じなので、中と軸を片っ端からカットして、稼働できるだけのスペースを確保。だいぶパワープレイですな。腰はコアガンダムにして差し込めば、こんなんでどうでしょう。いい感じに短くなったな。そのまま腰の方もやっていきましょうか。リアスカートはゴッドマルのものを使いたいんで軸切って、 R3 のパーツ犠牲に軸いただき接着。フロントスカートはブレイジングガンダムのをいただいてそのままくっつけて腰は終わり。お次はボディ。一段なくせば似た大きさになりそうですな。そうみたいね。とりあえず下のパーツはバラして、中に空間が空いてるから、ここにポリキャップさせれるようにしましょう。パテでも使うのか。使うけどそれは後で、まず分離したパーツをニッパーで切っていって、上のパーツも空間ができるようにカット。すれば中に十分なスペースは組んで直接差し込めれるようになります。結構大きめに開けたんだな。固定するためにパテ使いたいし、そっちの方が稼働させる時にしっかりされてていいわよ。上の方に羽織をつけたいんで、R3 のパーツのちょうどいいとこに3ミリ穴開けて棒をねじ込んだら、接着剤流し込めば固定化完了。これちゃんとコアと接続できるのでそ。そこは問題ないわ。干渉しないギリギリを攻めたからね。前側には円錐の玉をつけれるように、ネオジム磁石貼り付けて着脱できるようにしてみたわ。これで着脱が楽になるな。あとはゴッドマルの頭差し込む軸切って、コアのポリキャップと真鍮線で固定させればボディも終わり。つなぎ目というか、そこは何もしなくてよろしいのですか。どうせ見えないから平気よ平気。バックパックは接続軸を変えるために根元から切断して、 R3 の余剰パーツの軸に変更。内部からパテ仕込んで固定化させて、ついでに接着剤も塗布で取り忘れたんだけど、羽織がある分接続軸が短くなってしまったんで、2ミリプラ板2枚貼り付けて延長したわ。そういえば装着時の足部分はどうするんだ。ゴッドマルのモチーフってゴッドガンダムじゃない？なわけでブレイジングガンダムの余剰パーツ組み合わせてゴッドの足用意したから、これをアーマー化させるわ。関節部分や、動かす際に邪魔になるとこを削って、上のパーツはカットソーで切断。最後に R3 の軸を一部いただけば、こんな感じになりました。マスキングテープの両エブインだが、塗装まで終わったら接着剤で固定するし、
で作ってる最中に気づいたんだけど、足どこにつければいいんだろ。最初から決めとけよ。とりあえず接続軸はフェイクニューのパーツからもらって、パテ仕込んでグリス塗った棒を引っこ抜けばどこでも接続できるようになりました。計画性ゼロのやつ。とりあえず邪魔にならなさそうなバックパックのとこに設置。なんかケンタウロスみたいになりましたな。最後に頭部の交流核をコアガンダムにもつけたいんで、まずコアの頭部吹き飛ばして、接続穴いただいたらサイズ確認。横がもうちょい欲しいな。そこは適当な薄めのプライタ貼り付けるから、で取り忘れたんだけど、またかよ。コアの頭部についてるパーツを、交流核につければコアにもつけれるようになったわ。そして全てのパーツをくっつけた状態がこれよ。なんか仕事疲れのサラリーマンみたいにグデーってなってますか。仮だから別にいいのよ。あと後ろの足に引っ張られて若干上向いてんな。スターウィニングみたいに大型のバックパック見たくすればよかったわね。まあ次やる時あれば教訓として活かしてきましょう。ってわけでコメント返信コーナーですけど、その前に言い忘れてたことがあって、本来使う予定だったコアガンダムの代わりに、今回のベース機はガンダムベース限定のコアガンダム2を使うわ。確かアルスコアも入ってるやつだな。そろそろうちにあるコアが少なくなってきたからまた追加で買った方がいいかもな。最近またコア系が再販されたみたいだしかい。決め、いつまで喋ってるでそ。このコーナーはこの決めのものですぞ。そんな決まりねえよ。それでは一つ目。話を聞きやがれ。主さん、ゼータ系では何が好きですか？私はバイアランです。ん？やっぱゼータガンダムかな。エウキタでもよく使ってたし。7分26秒からの BGM の名前教えていただいてもいいですか？って曲っすね。概要欄から飛んで検索してもらえば出てくると思いますよ。プルトーネを買ったんですけど、どんな風に改造すればいいと思いますか？具体的じゃなくてもいいです。なんだっけ？確かバーチェの全身機体だった気がするぜ。じゃあ実験機なわけだから、バーチェとかの武器いじってつけてもいいかもね。やっぱり黒ピンクは正義だよな。あ、ピンクじゃなくてマゼンタって言わないとどっかの破壊者に切れられる。おのれ自警道ウボツマリーダさん生存ルートみたいな。絶対ギリギリ許さねえ。マリーダさん専用版し、俺の頭の中覗き見たのかってくらい同じ考え持ってる人がいて嬉しい。やっぱり考えつく人はいるよな。脳みそ丸見えだし覗き見てやったぜ。サイコショッカーですもんな。それでは今回はこの辺で。またコメントお待ちしてますぞ。では塗装に入っていきたいと思い。ちょっと待ってそう。何よあんた急に。いつものエツナフィギュアとか、可愛い女の子が出てるガチャはやらないのですか。うるせえ毎回買えるわけねえだろが。このチャンネルが弱小チャンネルなのが悪いのですぞ。言ってるだけで金取られまくるんだからしょうがねえだろが。そういえばこのチャンネル1万人超えたぞ。大変でそ大変でそ。今日はこの決め顔絶賛炊きますぞ。ごめん俺はずつ食えねえんだわ。ガッテム。あばばばばば。1万人記念動画の企画考えなきゃ。記念動画作らないけど。貴様をぶっ殺す。物騒だからやめろ。とりあえずその辺の話は最後の方でするんで、塗装の続きをどうぞ。では気を取り直して、まずは青の塗装にはエボスカイブルーからの、コバルトブルーにキャラクターホワイト調色したもの。白にはエボホワイト吹いてからのクールホワイト。銀には下地に EX ブラックからのガンクローム。黄色はパステルピンクを下地にイエローと投稿色にホワイト調色したやつ。赤にはパステルピンクからのモンザレット。関節とかはスーパーヘビー。金色にはパステルピンク下地からのスターブライトゴールド。一部パーツは黒下地からのパールゴールド。コアのクリアパーツが黄緑だったんで、上からクリアブルー吹いて緑に変更。ゴッドマルのクリアパーツは上からクリアグリーンを重ねて吹き。墨入れ剣部分塗装にはアクリジョンのブラック。拭き取ったらクリアパーツには EX クリアで、それ以外にはツヤ消し拭いたら、仕上げに各所にメタルテープを貼り付けて、レジン液つければ、完成。
上、コアガンダムとゴッドマルでした。にしても SD をアーマーにするとは思わなかったぜ。私一番好きなのゴッドマルだからなんかやってみたいと思ってたし、このサイズの機体をアーマー化してる人はあんまりいなかったからね。発想の勝利ですなぁ。もういいかな。どうぞどうぞ。ありがたいことに登録者1万人を超えることができました。これも視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それで記念動画ですが、今は作る予定はないので、10万人超えたら作りたいと思っています。大きく出たな。そんなわけで今後とも一斉チャンネルを何卒よろしくお願いいたします。